皆さん、こんばんは、始まりました。孫思邈大発表記念スペシャル。春、君、本日司会を務めます。由美と申します。よろしくお願いいたします。<laughs> さあ、それでは早速。皆さんに、大好きな今日の主役。孫思邈さん、ご紹介しましょう。おはよう。おはよう。おはよう。よろしくお願いします。孫思邈です。ごここさった。 知ておりますご無沙汰しております日本語相変わらずお上手ですよねまだまだですまだまだですか頑張ってます結構難しい言葉とかもしゅんさん知ってますよね勉強は知ってますけど本当ですか今日全部あの日本語で進行でございますけど大丈夫ですかマジですかマジですよマジですかってナチュラルです 頑張ってみます大丈夫ですよねよろしくお願いしますもし分かんなかったらね韓国語で言ってくれても全然大丈夫でございます心強いですでしょありがとうございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますもういきなりもういっぱいですよすごいですよもうポワン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 っていっぱい皆さんが送ってくる信じられないですかありがとうございますそうしゅぎょんさん本当にラインライブ大人気でございましてでこれじゃ早すぎて読めないですよね <laughs> そうなんですちょっとねたまにこう触ると止めてみたりとかもできるんですってあ,あ、そうですかそうなんですよなのでしげおさんのペースでこれもっと読みたいなと思ったら止めて読んでいただいても全然大丈夫ですあ,あ、どうすれば止まるんですかどうすれば止まるんだろうちょっと押してみるよほらあ,ああ人の名前がね ゆっくり。おじいさんと。おじいさんと。お姉さんで。使い方。使い方なんとなく知ってますよ。あ、そうですね。なんとなくでございます。なんとなくわかるようにちゃんとできておりますので。はい。最高でございます。夜ご飯。あ、好きだ。じゃ、しげおさん一生懸命見てますのでね、進めてまいりたいと思います。さあ、この番組はですね。今年春にリリースされます。しげおさんの日本初シングル。 そして初の全国ツアーソン・シギョンジャパンファーストショーケースツアー2018春君の開催決定を記念しての LINE ライブ特番となるわけなんですね。ありがとうございます、はい、で今日はですねツアーについてまたシングルについてもいろいろとお話をね伺ってまいりたいと思いますので、はいろいろと意気込みなんかも語っていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしますね。こ、まあ、こちらこそはい そう修行さんさこんな素敵なしげんさんが出てきてくださいましたので、えー、早速始めてまいりたいと思いますけどもやっぱりお話を伺うだけではちょっと寂しいかもしれないですよね。お話だからだからしげんさんの「踊りますええー、いいんですか!?」<laughs> 踊ってくださったらももう一緒に踊りますよ私も <laughs> 言っちゃいましたけども<の>、はい、冗談です。冗談ですか <laughs>、はい 分かってますよ。はい、踊りたいんですけど。はい。踊れません。踊れないんですか?。はい。ちょっと立動ぐらい。動けますけど。はい。はい。ダンサー出身じゃないですので。そうです。まあ、たまにコンサートには、頑張って。はい。楽しませるために。はい。あの、踊ったりするんです。けどちょっと動く感じね。はい、はい、はい。僕の檻ではないんです。はい。はい。茂雄さんの売りは、もちろん歌でございますので。あの。あ、そうですか。はい。 あ、そうですかって。はい、ということでね、はいえー、今日は生歌もあるかもしれません。はい、一曲あの<お>歌います。後で。僕も好きな曲ですし、うん、あの日本人が大好きな曲だと思います。うん、歌詞も美しいしあの、じゃあ頑張ってみます。後で。 そうですね。はい、頑張って始めてみたいと思います。あの、修行さんはですね。あの去年も秋11月と12月クリスマスの時に、はい、この line live で特番があったということなんですけども、その時なんかもう男ばっかりで。<laughs> お酒飲んだりとか、あ,あ、そうですね。おつまみ作ったりとかされたみたいなんですけども、はいはい、面白かったんです。面白かったですか？はいはい、あ、今日私あの女子ですけど大丈夫ですか？男が良かったとかそういうのはないですか。女ですけど、まあ。なんでそんなこと言いますか？<laughs> はい、もちろん大丈夫。最高です,です今。最高ですか？良、はい、かったです。はい、ということで、まあ前回も大人気大反響があったので、今日はその時に負けないぐらい盛り上げてね。 そうですねで,でも今日食べ物も用意してないしそうなんですよどうすればいいんでしょうかねそうですねまあ食べ物はないですけどそれに負けないぐらい皆さんのメッセージがたくさんいっぱい来ると思うのでですよね。それをおつまみに楽しんでいただけたらいいかなと思っておりますうもう1万二千七百人ぐらいですえすごいですねめちゃめちゃ皆さん見てくれてますよはいありがとうございますありがとうございます楽しみにと申します韓国から来ました <laughs> ここではあの つまらない新人の歌手です <laughs> 何おっしゃってか過去では結構有名な歌手ですはい、かなり大御所でございます素晴らしい歌手の孫茂雄さんをお迎えしてでは始めてまいりましょう茂雄、はい、さん声を揃えていきますよ、はい、さあ、それではですね孫茂雄、えー、特番ということでこれから始めてまいりましょう、はい、スタートです、で一緒に声を上げていただいていいでしょうか、はいはい、せーの、スタート,タートイエーイ、えー <laughs> しじまですよね。<ん>スタートとすると。し,し,しじましじまという言葉が早速出てまいりましたけど、はい、さあ今日はですね、あの皆さんからの、えー、たくさんアイテムも募集いたしております。たくさんアイテムを送っていただきましたら、はい、あの素敵なプレゼントが。 用意されていると素敵なプレゼントではありませんがそんなこと言わないでくださいこれファンからするとめちゃくちゃ素敵なプレゼントでございます何かと言いますとじゃあ紹介してくださいはいシゲオンさんのこの素敵なボイスを録音した目覚まし時計でございますじゃちょっといいですかあ目覚まし時計ありますあなんか本当に至って普通なはいはいそうですねあすごく普通な全然素敵では ございませんが。とっても普通のシンプルな。はい、ここで録音ができますよね。そうなんですよ。あのここを押して。はい。目覚ましを。内容はどうしますか。内容は。録音する内容。やっぱりあの春って眠たいじゃないですか。はい。だから。シャキーンと起きれる感じ。朝から頑張ろうそれができないんですよ。僕は。僕ラジオも深夜ラジオ、ラジオだったし。そう。僕のこと知ってますか。知ってますよ。はい。あの締め言葉が。有名になって。うん。 ゆ効ゆになってチャイチャイオお休みってことですよね、はい、そ,れそれは反対じゃないですか、うん、ダメですよチャイチャイオお休み打っちゃダメです、うん、二度寝しちゃうからじゃどうしますかえっとそうですね、はい、ヤクザっぽく <laughs> ヤクザっぽくしてもいいですしちょっと教えてくださいそういう強い表現をええ例えば普通にシンプルにだったら、はい、起きてとか起きろ始まったよ 朝だよ、可愛いいでしょう。私が言うとそうなっちゃうんですけど。怖く？怖く？起きろ！みたいな感じでしょうか。ちょっとあまりにも普通。お前何したのとか。あ、お前何してたの？あ、それとか。おい起きろとか。おいを入れると。起きろ。合わないかも。それがいい。おいが入るとなんかいい。なんかいい。おいが入るといい。おいだけでそんなに。おい起きろ。おいおい起きろ。 大丈夫ですか？私ですか？いやいやもうすごい素敵。すご病院に行ってチェックした方がいいと思います。それだけでそんなに。やっぱり想像力を皆さんやっぱりあると思うので、朝眠いっていう時に石げさんが起きろ。ほら最高の朝ですね。暇人なの？とか。いいですね。そういうのいいと思います。その内容は後で、あの位置が決まったら、じゃあ任せます。 そういうこと。欲しい内容。そういうことです。欲しい内容ね。もらって従って僕が録音しますので、はい。よろしくお願いしますね。皆さんたくさんアイテムを送ってください。はい、後ほどランキングで発表させていただきたいと思います。では最初のコーナーに行きたいと思います。はい、最初のコーナーは春の初づくしインタビュー聞かなきゃソン。うまいですね。<laughs> ああそういうこと,ちと僕ちょっと恥ずかしくて。えなんで？<laughs> はい。 聞かなきゃ損って言えないですか？はい、それ昔はあのうまキャンプだったんですけど、今うまく中心にな音楽中心になったんですけど、そういう順位プログラランキングプロもあるじゃないですか。MC やった時、いつでもそうそれを頼まれてなるほどはい、まあそれじゃダメですとかそれじゃダメですか愛いはいはいそういうのダメですか？ あんまり苦手。ちょっと苦手です。今日じゃあそれを克服しましょうよ。え、なんでですか。克服しましょう。せっかくなんで。はい。何何ですか。じゃあじゃあラインライブスタート。もうさっきやりましたかね。はい。さっきやりました。ラインライブじゃあアイテム待ってるよとかいきませんか。はい。アイテム待ってるよ。いいですか。カメラませんで。せーの。アイテム待ってるよ。 あなんかまばらな拍手が。やめてよその無気力な拍手。<laughs> 無気力拍手がちょっとスタジオをねちょっと包まれておりますけども。すみません。いいです大丈夫ですよ。はい、さあ修行、えー、さんはですねこの春三つのお発初,初めてをされるということなんですね。そうなりそうですよ、ね。そうなりそうですって。はい、でまず一つ目がし修行さんの、えー、シングルでございます。はい。日本ファーストシングル。 発売されるんですよね、はい、アルバムは出しましたので、はい、今回はシングルを出します、うん、どんなシングルになりそうとどんな曲なんでしょうかょと正直に言ってもいいんですよね、はい、正直に言ってください、はい、今まだ曲を集めてるところです、うん、あ、まだできてないんですねはい、何十曲もあのもらったんだけどうんっもっともっといい曲があるんじゃないかなと思ってっ僕もいい曲今、うん、書こうとしてるんですけどあ、そうなんですね はい、それで心配です。じゃあ、まだ今、いろんなものを聞いたり。はい、インスピレーションをいろいろ、いっぱいにして、これから作るって感じなんですね。はい、そうです。そっか。まだ何も決まってないですので。本当に。はい。この春、出るんですよ。まだ決まってないんですね。はい。失敗すると、どうしますかね。ツアーは決定されてますけど。<laughs> 曲が出ないと。曲なしで、虚しく。 ツアーだけをすることになりますよね。うん、だからちょっとやっぱり作ってほしいですよね。はい、じゃあ頑張ります。頑張ってください。資源、はい、ンシーサイティン。で何の曲がいいかなと悩んでます。<laughs> あ、そうなんですか。やっぱり韓国と日本はちょっと、うん、ちょっと違いますよね。うんうん、あ、やっぱり好まれる曲とかは。それで何を歌えば。うん 愛されるようになるかなと。うどういうジャンルがいいかな。メロディはどうすればいいかな。<ぁ>それも悩みですし。バラードにするのか。はい、ちょっとミディアムテンポにするのか。<laughs> それもそうですしね。春ですから。うん。<と>うんはい。あのー、どうですかね。後ほど皆さんにも一緒に考えようというコーナーがありますので、たくさんコメントを寄せていただきまして、はい、こんな言葉入れてほしいとか、うん、なんかこんな風な曲調にしてほしいとか、そういった意見もね。はい。 ファンの皆さんに何でも大丈夫だよって全然助からないですよね。ちょっともっと具体的に言ってくれてほしいです。そうなんです。あのシギョンさんの政策に直結するようないい具体的な意見がね。ポップっぽい。あポップっぽいのがいい。うわあ。ああ。あファイティング。ファイティンバラード。バラードですよねやっぱ。あやいつもので。はい。あ考えるねっていうのもある。はい。ファイティング。 はい。オッパ、オッパファイティングじゃなくてもななんか <laughs> 具体的にお願いできたらいいと思いますよ。はいはい、すよろしくお願いします。はい。さあそしてツアーなんですけども4月ツアーありますね。すねはい。楽しみですよ。楽しみですか。はい。だって行ったことない地域まで行くことになって、広島広島もそうですしあ、広島今まで行ったことないですか。 そうですよね。広島いいですよ。仙台もそうですし。仙台も素敵なところですよ。<laughs> はい、<laughs> 今までしげおさんが、はい、あの日本のね、いったところの中で、どこが印象に残ってたりします。はい、あ、難しい質問ですよね。難しいですか。<ー>うん、例えば東京の中でもいいけどね。ね地域によって、まあ。うんうん、まあ。ならではの。ならでは。魅力がありますので。 あはい、札幌は札幌ならではの魅力があるし、うんあね、大阪は大阪ですよね。福、ね、福岡も福岡もですしそうなんですよあの本当にそれぞれの魅力があるので、はい、ちょっとその場所の、まあ、特性なんかも楽しみながらツアーを回っていただきたいなと思うんですけども太りますよね多分。 今見てる通りです、うん、あ、そうな、あ、はい、お好きですよねあ、ひどいいやいやいや,いやいや、私も大好きひどくひどくない、ひどくな、ね、いひどくないです私も好きなのわかりますよねはいわかりますよね、あ、あひどい有名な MC だと言われます、ね、<laughs> こうやって来ました <laughs> 有名な歌手の方なので <laughs>、はい、ありがとうございますちょっと通じ合うのものがあるかななんて思ってますけども<笑><笑>、はい、あの、全国ツアー詳細はね公式、ツイッターとか <laughs> チェックしてくださいどんな気分どんなライブになりそうですか落ち着いた感じ多分ですね僕のことまだ知らない人も多いんじゃないですか。でお友達として連れてこられたらね普通そういうショーケースというと歌う曲もちょっと少ないしですけど僕はできる限り歌もいっぱい歌ったり話もいっぱい話し したいです。あのうしげおんさんってやっぱりあのう歌もそうですけどもトークも結構面白いじゃないですか。あ韓国語で喋るんだとすればそうですけど日本語では日本語でも十分面白いですよ。全然足りないです。足りないですか？大丈夫でございます。お客様が絶対ねいろと支えてくれるんじゃないかなと思いますのでね。で場所なんですけどもざっと見ますと名古屋。はい まずね、最初の4月7日土曜日スタートが名古屋でしょう。で、次が大阪ゼップナンバー。八日。そうで、八日ですね。は日、四月の十日とか。福岡。福岡。じゃ、広島が。四月の十一日。十一日です。広島は。じゃ、東京は四月の十五日。はい、そうですね。仙台が僕の誕生日ですよね。そうなんですよ。じゃ、あの、プレゼントは。いらないです。お、そうなんですか。言い切っちゃいますか。 あの、はい、それプレッシャー上げたくないんです本当に。うん、はい本当に、うん、本当にいらないですので。うん、じゃ大丈夫です。で,すでも若干ニヤッとしてる。<laughs> 若干ニヤッとし嘘じゃないです本当です。本当です,当ですか。はいもう、うん、韓国の都市だとしたら四十歳です。うんうん、あ。 年そうですあの40歳の男が、うんまあ、誕生日プレゼントを欲しがるのはちょっとかっこ悪いんですよねああそっか皆さんは見に来てくれるだけでいいのはい、はい、来てさえくださればそれだけで僕は大満足ですのでかっこいいわかりました、はい、じゃあ私も,でもうん、持っていかないようにしよう ということでね。仙台が4月17日お誕生日の日ですし、最後が北海道。そうですね。なんですよ。4月19日北海道で。何回も行ったことはありますけど、あのプロモーションのために宣伝するために行き行きたかったんです。これができて本当に良かったと思いますし。ですよね。はい。さあそしてですね。来てくれないと今度はないです。 そうですよ <laughs>、はい、たくさんのお客さんが来てくれてほしいんです、お待ちしておりますよ、はい、さあしてえ明日なんですけれども、はい、明日た2月28日、中野サンプラザにて韓流ピア、えー、にえ11回目のアニバーサリーイベントということで、はい、11周年ですよね11周年のアニバーサリーイベントですね、韓流、はい、ピアのね。うん、で、昼公演が15時スタート、夜公演は19時スタートと。 いうことなんです。じゃあペッチョンさんという素晴らしいアーティストですよね。声がとても悲しく聞こえる。すっごくこうハスキーボイスというんでしょうかね。仲良しですけど。ああそうなんですね。ペチョンさんとキムテウというキムテウさんも。はい。パワフルボーカルですよね。そうですよね。三人で行いますので。 楽しみにしてくださいはいそちらの方もぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います、はい、さあではですねツアーの話が出ましたので、はい、それぞれいろんな地域のことを修行さんにちょっと分かっていただこうと思って、はい、クイズを用意いたしました、はい、クイズ得意ですか、はい、全然得意ではない <laughs> 全然得意じゃないけどやっちゃいたいと思いますよ、はい、じゃあさあそれではまず、えー、これはなんかランキングになっている えー、クイズなんですね、はい、よく例えばその都道府県例えばん「福岡だったら何が一番生産量が1位は何でしょう?」とか<ー>例えば「山形県だったら何が一番と1位の取れるものでしょう?」とか<ー>そういうランキングを当ててもらう。 たまにはあの、うん、秘密の県民書って知ってます。はい、それ見たりするんですけど、えー、はい、面白いですよね。面白いです。秘密の県民書。はい、それ、うん、そしてそれができるのが日本は韓国よりあの、うん、面積が。 大きいじゃないですか。あれ、修行さん、どちらのご出身ですか。何、どうしゅうしゅう。ソウル出身、アシティボーイ。すいません、なんか、じゃなくなっちゃって、ごめんなさい。あ、ソウル。ソウルで一位のもの、やっぱり、まあ、韓国の中では人口もそうですしね。そういう感じでございます。じゃあ、最初に、まず、名古屋からいきましょう。愛知県の名古屋でございます。見てみましょう。問題はこちら。名古屋。 まるまる教室の数が全国一位。位、はい、そうなんです。まるまる教室のまるまるは当ててください。文字がそう。なんとか教室。二文字の二文字じゃなくてもいいです。二文字文字にこだわらなくていいです。こういう教室が多い。教室教室。シオンさんが通いたいお教室ってあります。タゴンみたいな。あ外国語。おお。 外国語教室行きたい。あ、違う、違う、あの。あ、これの。そうじゃないかな。これが一位が。じゃ、あ答えを見せてください。どうぞ。外国語。うそ。うそ。え。え。え、手志源さん知ってたんじゃないんですか。全然。全え、でも、この驚きは絶対知らなかった。鳥肌が。鳥肌立ちましたよね。星源さんのこの素晴らしい上腕二頭筋に。すごい。鳥肌が今。 あでで、ね、ったんですか <coughs> あただただの教室何の教室があるかと思ってみると一番人たちが通うのが外国語、うん、あ歌のでもよく最近なんか塾か歌の教室とかも多いじゃないですかお料理教室とかもあるけど。 料理の教室よりは外国語の教室がもっと多いんじゃないですか。うん、すごいですね。びっくりしました。びっくり、読みが鋭い。これはあの、はい、全部のまあ総件数ではなくて人口あたり多い率,比率、ね、という比率ということになっておりますよ。はいはいはい、何の外国語なされていますかね,ね。そこまでちょっと知りたいんですけども、シゲンさん今日本語すごい勉強されてるじゃないですか。頑張ってます。ね他に習う 語学あるとしたら何習いたいですか。ちょっと遅れたかもしれません。<え>あのちょっと遅い遅いかもしれない。はい。あの外国語はもっと早ければ早く勉強しておいた方がいいと感じてますよね。うん、そっか。はい。えでも日本語は大人になってからですよね。ちっちゃい時からやったんですか。二年。 二年になりますよね。二年でこんなに喋れるんだったらどんな外国語でも大丈夫なんじゃないですか。でもあ外国語が喋れる人は本当に魅力的に見えますよね。ですよね。例えばそれ一番羨ましい人たちはあのお父さんとかがその外務なんという大使館とかで働いてそれでいろんなところです。 住んでた人思わず何回、うん、あ何個も喋れるようになった人たち。うん、あなるほどね英語も知らない間にも身についちゃってるみたいな、ねはい。スペイン語も喋れるしフランス語もしれるしでもその人たちは、うん、若い時友達とちょっと、うん、あの仲良くなったとすると、まあ、すぐ移動するしす、ね、そ,それでそれが難しい方とい、ね、いますけどす、ね、でも結局。 まあ感謝するんだと言いますよね。本当ですよね。うん、それがうらやましいです。なるほどなるほどわかりました。さあ続いての問題いきたいと思いますよ。はい、続いての問題。うん、そうでございました。はい、次はこちらです。どうぞ大阪です。大阪はまるまるの伸び率ランキングが全国一。伸び率って何<秒>ですか？三十、うん、秒で。 答えてほしい。30秒で答えてほしい。はい。もうすぐ答えてってことですね。伸び率ってヌラナネん比率ですよね。ねねね。はい。ぬら何が今？伸びてるか。はい。何が伸びてるか。髪が伸びてる。髪が伸びてる。髪が伸びてる。セクでもそういうあのそういうエロいあのエッチな考えをすると髪が早く伸びるんだと言いますか。言います言います。え韓国でも言うんですか。はいそうです。え。 どうですかそういうことばっかり関係。すみません。僕,うん、僕、本当に恥ずかしいんですけど、うん、本当に速いです。ああ、うん。はすぎるです。の<ー>僕の部屋に、うんうん、ケアをしてくれる人は、うんはい、人生の中で見たことない速さだと。うんえー、はい。 すごいですね。なかなかこういう会話する方いらっしゃらないですけど、そろそろ四十なだけありますよね。その大人の雰囲気がね、いい感じでラインライブでね発散されているというような感じ。じゃああの何でしょう。紙の伸び率じゃないですよ。大阪は伸び率。背の伸び率でもないです。はい。ランキング全国一。寿司の寿司の店。ああ寿司の。たこ焼きのあの店の。ああ出店のね伸び率。違うんです。答えはこちら。 外国人旅行者の来,、うん、来,来訪来日外国人そあ、そうそう、韓国でも<う>大阪が、うん、あの行きたい、うん、あの旅行地、うん、いつでも3位以内に。そうなんだ、はい 一でも確かにあの私は昔大阪に住んでたんですけど、最近大阪帰るともうあの外国人ばっかりだなってちょっと思うぐらいすごく増えてますね。まあ食べ物も美味しいし、温泉もありますし、そうですよね。ですよね。大阪楽しいですよ。いっぱいね楽しんでください。さあ続いてでございますが次の問題はこちら。 福岡です女性〇〇率ランキング全国一位女性何〇〇率女性〇〇率ランキング一位女性…女性…女性なんとか率未婚女性未婚率おお。じゃあ福岡に行ったらいいかもしれないだって福岡は美人が有名だと言われましたけど確かに言いますね美人だからうんうん うん、鼻が高くてああ女性花型戒律ランキング全国1位それで結婚はなかなか未婚ああ,あ,とあとで後で後で自分の夢を叶ってからやる自分の夢ちょっと近い近づいてきた<え>結婚が遅れるっていうことは何をしてるんですか自分の夢を追いかけて 仕事仕事ということは仕事でトップになったら誰になりますか社長社長ということで答えはえマジかよ社長になる女性社長率すごい誘導尋問です、私はいすごい、でもやられました。わ、あ本当ですかそうなんだっていや不思議ですよねなんかしゅぎょんさんの想像からどんどん近づいてきますよね社長率 すごいですよね。知らなかったです。私も。やれるんじゃないですか。僕。そうですよ。だから、あの、社長多いから、福岡行った時は。いっぱい、あの、ご飯おごってもらったりできるんじゃないですか。女性社長多いから。あ。それぐらい貧乏ではないです。はい、は失礼いたします。自分の食べ物は地方で。そうですよね。でも、なんか、美人も多いしないですよね。あ、そうですね。おめでとうございます。おめでとうございます。女性社長率。そうですよ。 さあどどんどん行きましょうまだいっぱいいろんなところに行きますので、うん、次の問題です、はい、こちら広島です広島はまるの購入量が全国一位、うんうんうん、そう購入量が何を買うんだヒント欲しいですかはいもちろんそうです最近では男性も買うけど<ー>基本的には女性が買うもの化粧いいんですよね ケイチさあ、ファイナルアンサーですか化粧品もともと女の子が買うものですし、最近男性もまあビ b クリームとか、こはやらないんですけどあ、本当ですかあ今はちゃんと知っています。うんうん、番組ですから <laughs> はい、そうじゃないですかということで答えを見てみましょう。答えは、こちらあ<ー>わあ正解賞付いてるかも、ここ。今日どうしたんですか 知りません。クイズ苦手って言ってたのにバンバン当ててますよ。わあ<ー>。すごい。やりますね修行人さん。ですよね。やりますやります。すごい。あ知ってるんだって。そうみんなわーすごい。わ。すごい,すごい素晴らしい。来てる。なんでですかね。うん。なんで広島のうん。広島うん。 なんで広島で化粧品買う人が多いか、はい、うん、なんでっていう理由は書いてないですけども一応、あの調査これは、えー、総務省の総務省の家計調査2011っていうので出てまして<ー>年間3万7706円化粧品に使うんですって。じゃあ、あのうん、僕行ったらチェックしますチェックしてくださいね。はい、<構>どれぐらいお化粧なさって来られましたか <laughs> っていうことですね。まあそれだけまあ美意識が高いのかも。美に対する意識がね高いのかもしれないですよ。うんということです。それもチェックしてください。面白いですね。面白いでしょう。さあ次でございます。次の問題はこちら、東京です。東京はまるまるの生産量がこれは生産量全国一。これヒントないです。ありがとうございます。 ヒントない、ないけど、出したくなるな。僕。うん、その秘密の県民書と。はいはい、あの巨大マグロ。うん、<ス>巨大マグロさん。あ、巨大マグロ。巨大マグロ船、せなん。韓国の名付けで。うんうん、あの。 通訳して、書かれてるから。ああ、そっか、巨大マグロを釣る。漁師の、そのマグロ釣り。はいはいはい。一本釣りの。それ見てるんですけど。おじさんですよね。そんなことないですよ。ごめんなさい。それ見ると、取ったマグロは全部築地市長に。 うんおきます。それ,それは生産量ではないでしょう。そっか漁獲量みたいな感じになるから <coughs> 生産量作ってる量ですね。サンドイッチとか。<laughs> あのこだってコンビニでみんな食べてるんでしょ。<laughs> ちょっと待ってすごい面白いんですけど。おおにぎりとかおにぎりなんで。 サン東京がサンドイッチの生産量。一番大きい。せめて、せめて。都市です。ですし。せめて言うなら、サンドイッチに入ってる具のレタスとか言ってほしかったな。そういう。会社員とか。コンビニで。あの、昼ご飯解決しますので,です、ね。はい。うん。ない、じゃないですか。サンドイッチでいいですか。決めますか。かお,おにぎりか、サンドイッチか。<laughs> <laughs> 揺れております。な。 ーー迷わせるよね、はい、迷わせるよね、はい、じゃあサンドイッチ <laughs> サンドイッチということで正解を見てみましょうこちら唐辛子唐辛子全然関係なかったですねサンドイッチとね唐辛子唐辛子ですよ唐辛子あのそのあのにも入る緑色の、うん、青唐辛子の普通の赤い唐辛子でございますでも,でも日本の唐辛子って全然辛くないですよ、うん、あ本当ですか、うん、韓国人にはうんうんうん はいろいろ唐辛子ありまして、ちなみにここ、ここし新宿名産の内藤唐辛子っていうのもあるんですって。新宿名産。新宿で作ってる。新宿で唐辛子、あ。<coughs> 唐辛子を。うん、そ,それ、なんという。あ<の>殻あの、本当に、あの。おろして。おろして、粉にしちゃうってこと。こっちからにすることですか。要は。 粉にするんじゃなくてし、唐辛子を、唐辛子ってどうやってできてるんだろう。唐辛子って、あの、違います。あの、木に、木にできてますよね。ね、はい、植物、こうやって。<laughs> こうね、そのね、はい、こうできてますよね。その取れる量です。農、農場が,あが。あるんだと思うんですか新宿で。そうみたい。そんなに混んでる場所で。<laughs> 唐辛子の。<laughs> 意外と東京広いんです。新宿区も広いんですよ。新宿大きいですから。そうなんですね。なんかこれですごい時間経ってるんですけど、まだまだありますか。次の問題こちらです。仙台。宮城県ですね。はい、宮城県は全国一番まるまる意識が高い。あの。都道府県ですね。なんですか、もう一度。都道府県ですね。都道府県。うん、都道府県。宮城県は全国で一番。 まるまる意識が強い。先ほどはね、福えっ、ー、と広島は化粧品いっぱい買うからね、はい、美意識が高いみたいなことがありましたけども、はい、宮城県はどうなんでしょうか。あのそれ、うん、客観意識に。客観意識？あ,あなんだよ客観し あ客観上番号をつけてなんか例を出してくれませんかあ例えばあ要は三択問題とかいきなりじゃあ1番。1> はい、えー、すごいね私これこう私本当にアドリブ聞かないの、ね、番番意意識 B 意識 2> 2番健康意識、はい、3番 同居意識意味わからない。あ、共働き意識、共働き。あ、あの夫婦が <laughs> そうそう,そういはいはい共働き。<laughs> 私のアドリブ力のごめんねごめんねじゃないですよもう本当にアドリブがこんなにないんだって自分でびっくりしました。そ、はい、れでも健康意識ですよね。だとしたら、はい、正解。<laughs> <laughs> <laughs> 健康意識が高いんですって<ー>、えー、仙台宮城県はね。なんででしょうかね。ねこれもなんかこれもえっ、ー、とある企業が、えー、調べたんですけども、はい、日本健康意識大調査2017っていうので、えー、そういうふうに出てきたと。いいことですよね。いいことですよ。うん、そうです。でもなんかストレスオフランキングでは最下位なんですって。あ<ー>だからストレスは溜まってるんですって。溜まってる。 ブもっと意識が高いそうだから宮城県の方ちょっとストレス溜まってるかもしれないからちょっと茂雄さんの歌で癒してあげてあげたらいいんじゃないかなとそういう効果があればいいんですけどありますともありますとも元気ですか私ですか元気ですかって今聞いてますはい元気ですよいいですよねいいですよね茂雄さん元気ですかどんどん悪くなってますあのー役年そういうこと そういうことじゃなくて、体力。節々が。節々が痛いんだっていう。か運動すると、なんか回復力が低くなる気がしますよね。筋肉痛とかなるでしょう、くにくと。はい、それもそうです。それの回復が遅いってことですか。はい。ああ、わかる。わかる、四十代、四十代、わかる。 <laughs> なんということでございましょう。はい、さあ最後の問題ですよ。はい、ここで時間取りすぎちゃったわ。あさあ最後の問題こちら北海道です。コンビニエンスストアまるまるの数が全国一。コンビニンススコンビニっていろんなコンビニありますよ。キョニジャーですね。例えば韓国だったら LG25 とか。はい コンビニのこう種類がありますよね。はい、今種類の問題ですか。かそう種類の問題です。ファミリーマートとか、セブンイレブンとか<あ>。とかそうそう,う、そういうこと、そういうこと、そういうこと。その中で決めればいいんですかそ。その中で、その中じゃないかもしれない、北海道にあるコンビニ。それ、僕が知ってるわけないんです,ってんです。<laughs> 知ってるわけないです。<laughs> なんで。コンビニの種類を。まさかのダメ出しでございます。はい、そうだよね、ですですです。知るわけない。 じゃあ立っただ教えてくださいじゃあ教えましょうこちらです答えはセイコーマート初耳です聞いたことないですそう私も知らなかったんですセイコーマートセイコーマートそうだから各地域にその地域独特のコンビニってあるんですよあ、そうですねうん。例えば広島だったらポプラっていうのがあるんですポプラめちゃくちゃいっぱいありますからそうそう日本東京はうん 何が一？東京は一番多いのは東京えっとね東京は一位っていうのは書いてないですけども北海道ではセコマートが一位で二位がセブンイレブンなんです。うん、なんですね。じゃあわかりました。いいいい勉強になりました。そうですか。はい。ということでねえ志業さんにいろいろ分かっていただこうクイズでした。ありがとうございました。 でいろいろなね、えー、初に挑戦されるこの春でございますけども最後の初について話を聞いてみたいと思いますけども、はい、3月からラインライブで千ゴさん日本で初となるレギュラー番組配信されるんですよね。それが問題です。<laughs> 今プレッシャーいっぱいです。ね、あ本当ですか？はいもちろん韓国語でするんだとすれば、うんまあ、ラジオ DJ もやってたしいろんな番組やってますよね、はい、今今ですけど。 今の僕のレベルでは一人でできないんです。うん、<laughs> 今こんなに面白いこと喋ってるのにそんな助けてくれますので、ねはあ。一人ではちょっと違いますよね。ですよね。だから今あのいつでも呼んでいただいたら私来ますんで。 いつでもちょっとギャラを低くしてくれる。もちろんでございますよ。本当ですか？ちょっとは頂戴ね。そうですそうです。いやもう喜んでいつでもですけどまあせっかく与えられたチャンスそうですよなので皆さん本当に何か足りないあの外国人を育てるような気持ちで見てくださればと思います。あのぼもちろん僕あの 怠らず、うん、あの勉強も、うん、ああ勉強、あ本当に頑張っていきたいと思いますので、成長する姿を見てくだされば、うん、は、もちろん最初はね、うん、足りないですよね。うんうん、もちろんですよ。心配です。でも皆さん応援してくれてると思いますよ。こうやってコメント見てもやったねとか怠らずっていう言葉がみんなびっくりしてるみたい。前回ハツどれぐらいだったっけ？え前回のハート？ 二、二百万。二百万。一時間でですね。今、何時ですか。今、四十分ぐらい経って。四十分経った。四十、うん、<え>分経ちましたよ、もう。失敗ですよね。まあ、もうしゃ、しゃべりすぎました。え、で、今、な、七十万す。すごいですよ。どんどん、すごい勢いで伸びておりますので、皆さん、これからも、どんどん、ハートも、愛というも、たくさん。送っていただきたいと思います。大丈夫です。大丈夫です。はい、気にしないでください。頑張って頑張って。 <laughs> ハツはハツだけです。お願いいたしますね。<laughs> さあ続いてのコーナー行きたいと思いますよ。はい、続いてコーナーがありますか。次のコーナーありますよ。四十分経ちましたけど大丈夫ですか。まだありますまだありますよ。<laughs> さあ次のコーナーは、はいえー、春の緊急企画まるまるを一緒に考えようのコーナー。ああはい。 一緒に考えよう。あの今日これご覧になっている皆さんも一緒に私たちもシゲオさんも考えてもらおうというようなことでして、はいえー、この見えるラジオのあのこの3月から始まるラジオですよね。はい、それの、えー、なんていうのかなこうテーマの最後にこう,ああう、ね、いうコメント締めのコメントがいります今締めのコメント僕韓国でチ、うん、ャルジャヨということで。 流行ししましたけどそれがでもそれも僕が勝手に決めたことじゃなくてあのリスナーと一緒に相談しながら実は何も出なくてただ「ちゃちゃイはどうですかと決めた記憶がありますけどじゃあ本当にに自然ふっと出たそういうふうに一緒に相談してあの指名言葉でいい言葉をずっと考えて。 くだされば、その中であの決めたいと思います。あの放送時間は夜なんですよね。そうですね。ってことは夜に最後にラジオを聞き終わった時にこの言葉をしげおさんから聞きたいなっていう言葉。さらにあの金曜日の夜ですよね。だから週末ですから、うんうんうん。まあ思い切ってまあ遊びましょうとか。おおなるほどね。あのうんうん。じゃ飲みましょうとか。ああいいですね。はい。 飲んじゃいましょう。飲んじゃいましょう。皆さん寄せてくださいね。どんどんね。飲んじゃいましょう。いっぱい。何がいいですか。お休みっていうのが多いし。またね。またね。金曜日っていうの。お休み。お休み。夢で会おうねって。おお、ぷるぐんって。ぷるぐん。ああ。ぷるぐんは。ぷるはひる。ひのきん。は花金ね、日本でいうね、花のような。そう。 花花金だから日本はおおっんですね<ー>だから花金ああそうですねそうなんだ日本は花で韓国は非なんだ、うん、そうですね面白いねうそ<う>ごめんなさい真んな油っぽい油っぽいっていい有名 <laughs> で会いました私結構好きですよこういう油っぽいの私の好みはいいんですけど皆さんたくさん寄せていただいておりますはいで今ねちょっとね たくさんハートを寄せてくれてる方のあのランキング今のところのランキング出てきてるみたいです。まず3位がラブさん、位がラブさん、あの2位がミキさん、1位がみゆきさんですよね。はい。うわ、1703個のハートを送ってくれてる。今のところのランキング。とりあえず発表させて。指痛くないんですか？一人で。 ありがとうございます。痛いけど頑張ってますよ。ありがとうございます。うんはい、どんどん寄せてください。さあ今ねあの白川さんに嬉しいラジオの締め <coughs> え見えるラジオの締めコメントっていうのも皆さんたくさん寄せていただきたいと思います。はい。なんかうん本当にラジオの形式で、うんうん、もちろん見える見えますけど、うん、はい。なんか静かで、うん、なんか。 温かかいいい穏やかな雰囲気を作りたいと思いますそして、まあ、できれば料理も作ってみたいですし僕が紹介してあげたい韓国の,あの歌詞が美しい曲とかあ、まあ、いろいろ今企画中なんですので。<ー> 期待してください。楽しみですね。はい、やってほしいこともね、どんどんやせていただきたいと思います。さあ、そしてですね、やっぱり決めたいと言いましたら、見えるラジオということで見えますけども、まあラジオにはジングルっていうのが付き物じゃなのですか。あ、そうですね。<laughs> うん、ジングル。それで、うん、あの実は僕そんなに天才ではないです。あの、はい、今作ったばかりの曲じゃなくて、はい、僕昔ちょっと恥ずかしい話になりますけど、ええ、あの。 そのジングルをプルンバームというラジオをやってた時頼まれてなんか作ってくれよってプロデューサーさんがそれで作っておいてあのめんどくさくて作業まではあの届かなかったあの曲があって一応こうなんとなく作曲はした頭の中だけお頭の中だけはいはいはい,はいそれでそれでそれを使ってあの皆さんに歌詞を あのもらえば、それでもらった歌詞を持って韓国に行って僕が作業を完成させてあの持ってきますので、歌詞をあの付けてくれてほしいんです。なるほど、そう歌詞をつけるっていうのは、えー、ファンの皆さんが歌詞を寄せていただけたらいいですか。これがそのはい、はいうん。これどうどういうことですか？数字が書いてますけど。これが、はい、秘密の。

タララッ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 タラララッタラですけどすごいなんか可愛らしい感じねなんかすごい楽しい気分になりそうな感じですけどこれをちゃんと覚えてくださればあとでこれに合わせて文字数をじゃあ例えば10だったら「かっこいい孫子御んん」みたいなそうで。すねねそう うん。ああ、ゆゆみさんは僕がふとたってまこうこういうの。って遠慮なく言ったよみたいなね。そういう感じで。あ結構気持ちが悪かったよねとか。そんなこと言わないでよねみたいな感じで。すあ才能がありますよね。いいですね。音感いいですよね。こんな感じですよね。はいはいはい。やったやった。なんか実はプルン版だ。 ですので、あ、なんというか、動画的、な、動画的な、なんかキラキラ星も月も出て、それであの静かなま夜の中、僕たちが僕だけが集まってる、それでいろんな話をしながら。 あの幸せな時間を過ごしてますというなんかハッピーな内容にしてほしいんですけど。<ー>ハッピーな内容ね。皆さん。<laughs> ーーじゃあちょっとザービーとあの、うん、歌ってみますか。あ本当ですか。はいはい、じゃあちょっとあちらにキーボードありますのでキーボード前に移動していただいて <laughs> <ー>こういうこういう曲です。もう <music> こういう。

こういう。はい。僕が、ちゃんと和音とか作って。はい。なんか、ま綺麗に。じゃ編曲も。はい。やってきますので。じゃ。わかりますよね。簡単です。簡単ですか。まあでも皆さんの気持ちをね、いろいろ書いていただいたり、いい感じではめ込んでくださるってことですよね。ハッピーハッピーですよね。その中でちょっと悲しか。も物悲しさが。 難しいですね。いつでも作曲する人たちはこういうありえないことを言いますよ。えだって楽しい気分、ハッピーハッピー。それじゃなくて、そのハッピーの中で八割の物悲しさが。八割ですか？十割じゃない？そうじゃなくて、八割あ十割だった全部か。あの五時ぐらいの太平洋って何と言いますか？太平洋。太平洋であのャンあ西日？ 夕日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 うんの時ドルフィンがドルフィンが英語が出ましたねドルフィンが飛んでる太平洋そういう感じええそっかじゃ行きましょうああなるほどね太平洋夕日ドルフィンぴゃーンそれ太平洋じゃないじゃもう一回じゃないのねもう一回行きますかあのディレクティングされてる時歌手が外にはあのその作曲家さんが行ってその時たまに生じる 状況です。なるほどね。はい、そういうことを皆さん想像しながら考えてください。歌詞をね。あ、<れ>違います。うん、あのラックに、うん、あの完璧じゃなくても完璧ってないです。<laughs> うん、実はだからあの,あの皆さんが書いてくださった歌詞だったら、うん、まあ、どっちでもいいですので。はい。じゃあ。 お願いします。どんどんお寄せください。お待ちしております。はい、いやーでもなんか司業さんがねこうやって鍵盤の前に立って弾いてるのを見て横でララララって本当に素敵な歌声だったので、はい、やっぱりちょっとしっかりとちゃんと一曲生歌はいそうしますしたいです。はい、歌っていただけますね。今日あのーうん、そのためオンダさんというあの素晴らしいアーティストさん。はいおー がきます。はい、ということで、はいえー、キーボーディストの本田直樹さんです。よろしくお願いします。本、うん、田さん、どうぞ、キーボードのところにね、来ていただいて。<ー>さあ、修業さん、ここでなんと歌っといただけるということなんですけども。 さっきにまあ何か歌ってくれませんか。うんうん、私まだ、ね、歌手じゃないんですよね。なんか私もささっき見せてくれた音感は素晴らしかったです。そうですか。はい、でもちょっと今日前座の準備はねちょっとしていないので残念ながらっていう感じでね。しげさん今ね水を飲んで今喉を潤していただいておりますので準備ができ次第。曲はですね。はい。あの一回ファンミで歌ったことがある曲なんですけど。 はい、花見好きという。花見好きです。歌詞が有名です。はい、悲しいですよね。結構大好きな方多いんじゃないですかね。はい、心を込めて歌ってみます。それでは、孫思源さん、歌います花見好きです。どうぞ。はい。 君「5月のことどうか来てほしい」「水際まで来てほしい」 先に行きなさい「僕の我慢がいつか実を結び」「果てない波がちゃんとなりますように」「君と好きな人が」

「掴みを結び」「果てない波がちゃんと止まりますように」「君と好きな人が百年続きます」 どうぞこちらにお戻りくださいはい温田,、はい、田さんありがとうございましたま素晴らしい演奏させていただきましたうわぁうわぁ茂雄さん今皆さんのメッセージ聞いてたら、はい、もう本当にもう皆さん感動したとか嬉しい聞きたかったのとか良かったですねすごい最高ポゴシッターラボー <laughs> <laughs> ありがとう本当に素敵、はい パチ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 。はい太った。太ったは書いてない。ユミさん。じゃユミさん、あ本当書いてる？はいはそうやだ書かないで。ハートも今あの百四十万超えました。お百四十万超えました。すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。一気にこれで増えたかもね。なんか悲しくなりましたね。悲しくなりました。やっぱり歌の世界にぐっと今入られたっていう感じ。うん。 こういうい歌詞はダメでですすよねダメですか僕の我慢が、うん、身を結んで「君とあいつが僕の我慢」っていうね <laughs>、はい、今もう本当にしっかりね歌の世界に入ってくださったところでございますが、はい、たくさん皆さん寄せてくださいますので、えー、ちょっとね紹介していきましょう「素敵、はい、とか「ありがとう」。はい それ、こう始まらよ。うありがとうございます。また聞きたいと書いてくれました。明日行くよっていう人も多いですよ。あ、そうですね。中野サンプラザ。明日は僕だけの、あのイベントではないんですけど。ね、他の歌手の方もね。はい。いらっしゃいます。それが楽しみですよね。そうですよ。あ、痩せたって書いてます。あ、ありがとうございます。嘘です。嘘です。頑張りました。本当に。一ヶ月間、本当に。はい。実は。あの。 休憩だったんです仕事がちゃんとまとめられて結構実感がありましたけどそれでどこかに行こうかと思ったんだけどあこれはそう遊んでる場合ではないんだと思ってお酒もちょっとやめないようにしてチェジュドに行ってきましたけどチェジュドに行って一人で運動して勉強して昼寝して。

をされれてたた割にははででででで杯飲んんのねねなななかかか痩せららいすすすすすよそうう代謝もも落ちまぐ大大丈丈夫夫日本語能力試験を今もってますけどその本は600ページぐらいの分厚いそれを半分ぐらい本当に。韓国ではその何という

だと言われてでもトラは途中諦めて逃げちゃったんです,んです,ですクマは地道にそれあの食べながら、うんうん、クマは我慢できたんですねそれで女の子になってその神様と結婚して <laughs> ちょっと <laughs> 面白いです,けですよね今まで教えていただきました本当にその、うん、ニンニクを食べているクマの気持ちが <laughs> どういう気持ちだったか ニンニクだけしか食べられないね。ニンニクとね。僕に焼酎なしの刺身は本当にニンニクだけと同じです。うん、あそうなんだ。そこそれを出したけど、うん、いや痩せられないんです。痩せられない。大丈夫ですよ。あのこれから日本でツアーも始まるじゃないですか。撮りますよね。大丈夫ですよ。あの食べた分そのままライブで歌って踊って。 <laughs> じゃあそうします。<laughs> そういうことで楽しみにしたいと思いますよ。はい <laughs> はい、さあ茂雄さんはですねこの春から本当に精力的にまた頑張りますのでちょっとまとめでございます、えー、おさらいをしたいと思いますよ。まずはファーストシングルがリリースされますよね。 それができるように頑張ります。ということで皆さんいろいろとね、はい、意見を寄せてください。はい、そして全国ツアーがあります「孫子玄ジャパンファーストショーケースツアー2018」タイトルが「春君」。 ということですね。はい、そして3月から配信の見えるラジオということで、皆さんからもあのエンディングのね、えー、コメントなんかもたくさん寄せていただけると締めコメントねたくさん寄せていただけると嬉しいです。はい、そして直近ですと明日です2月28日中野サンプラザでえイベントがありますよ。韓流ピアのイベントがあります。昼が 15時スタート、四番。十九時スタートです。そういうことでございます。ペピッチヨンさんと、ソンシギョンさんと、そして。テウさん。はい。出演されますからね。来てくださいね。さあ、ちょっとメッセージいろいろ読んでいきましょうか。はい。いっぱい来てますけども。キュウニラン、コラボ受精って。キュウニンさんと一緒に歌ってください。そういうこともありましたからね。やっぱり皆さん。明るい頑張ってますよ。元気ですし。おお、そうなんだ。連絡結構取り、まはい、たまに。はい。 ど早く会いたい楽しみあれ日本日本人っぽいです日本人っぽい今の会いたい会いたい女の子だけがそれやりますよねそうですね男の子会いたいって言わないですよえでもシルゴさん鼻でとかあそっかでもシルゴさんすごい上手いですねやっぱりこうモノマネが上手いんですかその真似をするのがすごい会いたい好きですはい会いたい会いたい私のモノマネできちゃってますね。 はいということでたくさんの方がもうハートもいっぱい寄せてくれてるし <laughs> メッセージもたくさん寄せてくれてるのでいえっとちょっとここでそろそろ、えー、ハートをもうここでここでそろそろ締め切り締め切りにしても大丈夫ですかね。締め切りめ切りになまますは、ね、はいハートはここまでとなりますということで、はい、ハートランキング総合ですね総合のハートランキング1位の方には。はい 修行さんのボイス入り目覚まし時計を時計をプレゼントします。そういうことです。内容もじゃ誰が優勝したか決まったらその優勝者にちょっと聞いてもらってもいいんですかその内容。それ無理。どう優勝者に。あ時間かかりますよね。生配信中にはちょっとじゃ勝手に僕が決めます。本当ですか。はい。じゃラシア語でも大丈夫ですか。 <laughs> 私はわかるみたいに思いますよね。<laughs> 私はわかんないけど。はい。ということで発表したいと思います。じゃあ三位。はい。三位はミイ<ー>。はい、ミイさん。ミイさんが三位でした、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。二位は, 2> 2位はリンゴさんです。リンゴさん二位でした。はい、頑張りました。一位はフルルフルル。はい。<laughs> はい。 フルールさんフルールさん一、一万八千六百五個すごいですよ一人でそれだけ送ってくれましたからね指なくなりますよね大丈夫ですかありがとうございますフルールさんおめでとうございます、はい、じゃあ、うん、フルールさんにボイス入れてあげましょうよどうしますかね入れ方はねここのボタンを押しながら押しながら喋っていただく 二十 <laughs> 秒ぐらい入れれるのかな、二十秒ぐらい。じゃあ。あ朝の。寝起きですよ、覚えてます、さっきの。あ、まあ。覚えてます。おい起きろ。おい、起き、あ、おい、起きろ <laughs> ち。ちょっと。うん。何、何で。なんあ、ボタンがひ<さ>光りますんでね、押したら。さ、あの練習で。あ、練習でいきましょう。はい。はい。起きろ。聞いてみましょう。 マイクに近づけます。はい。じゃあ。おい。起きろ。何してんのよ。<laughs> じゃあ、ちょっと、前、ちょっと聞いてみましょうか、マイクに近づけて。起きろ。何してんのよ。<laughs> <laughs> ちょっと待って、何してんのよ。って、なんかちょっと面白いね。はい。何してんだよ。何しじゃ。おい、起きろ、何してんだよ。はい。

病院に行ってカチェックする面白すぎてじゃもう一回教えてくださいえ、ちょっと待ってはい、起きろ着替える入れてもいいですか着替え…あ、それちょっと変ですかうんちょっと…ちょっとアダルトじゃないうんちょっと。何がアダルトですかちょっと古い…着替えがアダルトああ朝だから、あ朝着替えるよね、パジャマ脱いでとかねそれもダメね、それもダメだよねそのまま職場には行けないですよね行けないですよねじゃ他に何がありますかじゃ最後、最後他に他におい、起きろ 朝ごはん食べよ朝ビール飲め。飲だ <laughs> <違う> <laughs> もっとダメです、はいだだだ。朝ごはん食べよ、はい、朝ごはん食べよいい、ね、優しく。優くはいはいはい。はい。5朝ごはん食べよ聞いてみましょう。はい。5朝ごはん。 ですよ、ね、はい、じゃあこれはい、フルールさんですよフルールさん、はい、はい。ありがとうございましたよかったですね、フルールさん、はい、おめでとうございますえー、フルールさんはですね LINE LIVE、えー、プレゼント事務局からお知らせをお送りいたしますよ LINE LIVE アプリのライブチャンネルをフォローしてくださいねはい、えー、お知らせにき気がつけるように通知はオンにしておいてくださいね、はい、はい、そして <laughs> 僕公式ツイーターがありますけど <laughs> <お>ちょっとフォローし 公式ツイッター。その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 フォロー人数が全然変わってないんです。あ、そうなんですね。皆さ私もフォローしてなかった、してるって知らなかったから。よろしくお願いします。ぜひぜひ私も。ツイッターしてるんで、フォローしてくださいね。その、はい。一人、はい、そうします。お互い。お互いしましょうね。一人一人が大事です。そういうことでございますよ。はい。あのラインライブツイッターから連絡する場合もありますので。ラインライブ公式ツイッターの方も、ぜひ、フォローしていただきたいと。 思いますよさあということでなんだかもうあっという間に時間が過ぎましたけどもうそろそろ終わりの時間でございます本当ですかなんかもうしゃべ言いたいこと全部言えましたかしげんさん言いたいことはいっぱいありますけどいっぱいありますか、はい、でも日本語が下手すぎて、はあ、ちょっともどかしい感じでもすっごい上手でしたよもっともっとこれからいつでも 日本語は日本語の先生がそうおっしゃいましたけど日本はいつでも頑張る頑張ると言うのが頑張るが大好きでも勉強してみると本当にそうですねそうですよそれを越したことはないんですよねそれでまあ改めて頑張りますので本当です頑張りますので応援してくださいそしてレギュラーになったラインの番組も足りないんですけど 見守ってください。はい、ということで、今日のゲストは孫子業さんをお迎えして、お届けしました。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。子業さんは楽しかったですか。もちろんそうです。ありがとうございます。本当に。本当ですか。私もすごい。たくさんのおかげで。本当ですか。いや、そんなことはありません。ありがとうございます。面白いですよね。ですよね。ちっと、しゅしゅ、主題、主税、主題テーマ。もっとアダルト。もっとアダルト大丈夫ですか。本当に。 あ、すご<分>アドバイスす。喜んでくれますよ。<laughs> 私は喜ばしてもね、あれなんですけども、<laughs> まあ、でもね、大人でございますから、いいんじゃないでしょうか。ということで、はいえー、お届けしました。皆さん、今日は最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。しお、はい、さんでした。はい、三週でした。バイバーイ。じゃ、また。またね。ありがとう。